タッパン湖はアメリカ合衆国のニューヨーク州とニュージャージー州の境界部にある湖。発見作ッ川上のタッパンダムにより1967年にできた人造湖。ニュージャージー州側はバーゲン郡のリバーベールとオールドタッパンにニューヨーク州側はロックランド郡のオレンジタウンに含まれる。面積は1255エーカー。湖はスエズノースアメリカ社が所有している。 釣りの名所として、近隣の釣り人から人気があり、鯉、ブルーミル、バス、ナマズなどが生息している。この湖はかつて UFO 騒動に見舞われた。1998年に飛行船形の UFO を多数の住人が目撃した。U.S. ジョバロジェクルサーベイ、ジオグラフィックネームズインフォメーションシステム、タッパンコライビー、エイドリアンシー、ザ・ハケンサック・ウォーター・カンパニー、 1869から1969 in コラボレーションウィズナンシー・ビヒマンベルゲン・カウンティヒストリカル・ソサイティ A 星 B0006C0190 奥区13847ありがとうございます